今日は愛別陸について話をしていきます。愛別陸というのは、ブッダがいつの時代、どこの国の人でも避けることのできない八つの苦しみを教えられているんですが、その八つの中でも一番切ない身にしみる苦しみだと言われます。その ものすごく悲しい愛別陸とはどんな苦しみなんでしょうか。愛別陸というのは愛する者と別離する苦しみです。愛する人を失うというのはどんな人にとっても辛いことです。告白して振られたとか、彼氏彼女に 突然別れようと言われたとか、そういうことも苦しいですし、大切な人と死別するとかなりのダメージです。しばらくはとても立ち直れません。そんな好きな人と別れなければならない苦しみが愛別陸です。素敵な人との出会いは 胸がときめきます。でも、会うは別れのはじめと言われて、ときめく出会いは別れの第一歩です。私たちはいろんな人と出会いますが、出会いっぱなしという人はありえません。出会いの数だけ別れがあります。こんにちは赤ちゃん。 という日があっても必ず別れる日が来ます別れてもあんまり悲しくも辛くもないということがあったらそれは自分にとってあまり大切な存在ではなかったからです大切な人であればあるほど別れが辛くなります誰かと 素敵な出会いをしても、なんとなくそこに不安な気持ちを感じているのは、やがて必ずやってくる別れのことを心のどこかで予感しているからではないでしょうか。これは人だけではありません。私たちが大事にしているお金や財産もそうです。 手に入れた瞬間からもう必ず手放すことに決まっています。苦労して建てた自分の家が地震で崩れたり火事で燃えたりだんだん古くなって雨漏りがして空き家になったり取り壊す日が来ます。せっかく気づいた地位も定年退職で 降りる日がきます才能とかものを覚える力も視力や聴力もだんだん衰えて失います自分にとって大事なものであればあるほど別れがつらくなりますでは私たちが一番大事にしているものは何かというと 自分の命ですだから最大の愛別陸は自分の命を失うことです人は必ず死にます死ぬ時にはそれまで大切にしていた人や物全てと分かれて一人で旅立っていかなければなりません その時の苦しみは大変なものです。仏教では、無常を感ずるは母大心のはじめなりという言葉があります。無常というのは、常がない、続かないということで、やがて必ず別れの日が来るということです。 どんなに好きな人とも、やがて必ず別れの日が来ます。どんなに大事にしているものでも、やがて必ず失う日が来ます。最後死ぬ時は、すべてと別れて旅立っていかなければなりません。そういう無情を知らされるほど、この世のどこかに 変わらない幸せがないかと求める心が強くなってきます。この変わらない幸せを求める心を母大心と言います。この世のすべてが無常だと知らされることが永遠に変わることのない幸せがどこかにないかとそういう 本当の幸せを求める心が出てくる第一歩だということです。私たちが何のために生まれてきたのかといえば、幸せになるためです。永遠に変わらない本当の幸せを突き止める第一歩は、この世の無常をありのままに見つめることなんです。では、 どうすれば変わらない、本当の幸せになれるのかについて、詳しくは、ビデオの下のリンクからご覧ください。